さあ、えー、それじゃあですね方言ニュース行ってみましょうか、えー、今日の担当は上地和夫さんですはい、えー、こんにちははいこんにちははいお願いしますはい最後そうよおどうがんじゅうさしうわちみせいびみまあ本当冬らしくない日差しがちゅうやまたいへぬくばとびんやさいさてちゅうやいちごちそうごちの十八日。 暦内なの国目12月の二21日あとおとかしいねまた内ちな総和ちやびん東西中央琉球新報の記事の中から内ちなありくりのニュース落ちてさびら中のニュースや県内の周産期医療が厳しい状況となっていますにのニュースやびんゆりなびら えー、県内の周産期医療が厳しい状況となっています。県内の周産期医療がもしかしいことになった多い便。まあラジオから食いビケしね、脳の,うのことがや脳の,の意味がやんち、若いランやさい。おの周産期医療に持ち,ちかしい言葉やいびしが、えー、おの周産期医療にの言葉のイメージやいびんをさい。えー周産期 妊娠28週また胎児の体重が1 0 0 0に達した時から出生後1週間までの期間を周産期にいる言葉の意味や。えー 喫茶の妊娠28週または胎児の体重が1 0 0 0ムに達した時からとその前後の期間の母体胎児・新生児に生じがちな突発的な事態に対応するための産婦人科と新生児科とを統合した医療のこと1シムチにかかっておびん まあ難しい言葉や ABC が若いやしく言い出せ産婦人科と新生児科が T1 になっておる病院のくとんちおれまれ間違えねえんラの、うん、県内の出産期医療が、うん、厳しい状況となっています、えー。出産リスクが高い妊婦を見る子はなすしの持ちかさぎさるかさぎんちょうかさぎとおるちゅう。 病院の総合週産期母子医療センターに指定されている君らとおる県立南部医療センターこども医療センターの産婦人科医が産婦人科の医者が定数12人に対し定めている人数や12人 IB 医師が 現在求人体制で対応する中生求人死の仕事クナチョウビー氏が安装の中タイが3月末と6月末に退職するうのタイや3月と6月の死末死にやみて占いいるためにこのリスクの高い妊婦を優先し えあ、ー、ぶなさる、お、かさげんちゅからさちにんち。リスクの低い妊婦の受け入れを制限しています。あんすか、あぶなしこ年中、生まれるちょう。ええー、受入医師、非系統便。一方、総合周産期医療の、手がし。手金の薬味噌を。補助的な役割を担う。地域周産期母子医療センターの。那覇市立病院では。 術病院て、眼科医2人が、えー、美医者美の美医者の体が立ちちの寝心に末に寝しのに,に来月末に退職するため闇院でのことし眼科医による美医者があ父臼子し生まれたる赤ん坊の網膜症の見立ての並んでち診断の並んでち えー、未熟児網目症の診断ができず妊婦の受け入れを制限しています。の笠原町のお受け入れ被検討便さらに、この上に近藤県立中部病院の総合週産期母子医療センターではセンターを受四92件、去年は42件、えー、一昨年は66件、2長。 中で66件の診療受け入れを断っていたことが分かり診断見立て養生すること断単のことの分かってまた県立北部病院も産婦人科医不足で医者の不足なき分娩を制限しているため悲しみ性引け取るために 北部の重症患者も受け入れています県立中病院ややんばる北部の中病人の病人の7つと問いビン県立中病院の小浜センター長は「件数は増加傾向で病人の家事や多くのといびでお断りをなくするには見立て断らんことにするために病床を増やす必要がある」。 入院用の,のベッドとくん多くなし割いびいまた北部の重症化例は優先して受け入れるためヤンバルの中病人から幸に受け入っておるために中部の妊婦を南部に送ることもある中上の笠原町那覇県系ウクイトンアイビンにお話し説明し那覇市立病院が制限を始めたことに 病人の受け入れ引き入ることを始めたしについて周産期医療をどうするかチャーサービーガンディ伊勢県全体で考える必要があるうちなものなし考えらんとないべらんにちお話しそう員びん話しました中夜県内の周産期医療がコアナサーとアカンゴアの見立てが見立ての診断